高知県の漁業をテーマに、さまざまな形で行われる漁を紹介する企画展が土佐清水市で開かれています。土佐清水市の足摺海洋館里海で開かれている漁師展、足摺半島沖で久保津協同大敷組合が行う定置網漁をはじめ、メジカの引き網漁や伊勢エビの刺し網漁が漁師の顔写真とともにパネルで紹介されています。さらに黒潮町佐賀の水産会社が行うカツオの一本釣り漁や、室戸沖で盛んな深海カニカゴ漁に金目鯛釣りなど、県内で行われるさまざまな形の漁を知ることができます。また県が土佐湾に設置する黒潮牧場の魚礁と久保津の定置網の模型や網などの漁具も展示され、触れることもできます。高知のですね、食を海から支えてくれている漁師さんたちの仕事を紹介しています。見て触れてですね、高知の漁師さんの仕事を知っていただければと思います。漁師展は5月6日まで開かれています。足摺海洋館ではグッズ売り場隣の飲食コーナーがリニューアル、シーダイニングとして新たなメニューを揃え営業しています。